出す場合はその時にお知らせするって感じですね。はい、わかりました。ありがとうございます。もう一点が、今日はあの参政党さんの、はい、動画投稿されてましたけれども、まあ、あれ、はい、あの選挙法違反、はいはいはい、今後その当選無効の裁判とかそういうものを起こされる、いや、そういう裁判は今のところは考えてないですね。ただそのなんだろう、参政党さんが内部でなんか言いがかりという言葉を内部で使っておられて、まあ、それすらもこちらに情報が入ってきていてですね、言いがかりというのは全然根拠のないことに対してのクレームなんで、いやいや違いますよね、あなたたちは選挙違反をしているから我々指摘しましたよね、その選挙違反をしている指摘に対して証拠動画も持ってるけども、これはアップロードしないという話をしていたんだけども、その代わり次からの選挙気をつけてくださいねということを神谷さんに伝えておいてください。で、僕はその場で神谷さんにも伝えました、神谷事務局長にね。で、その後神谷さんの方から別の、私が何かまるでストーカーのようなことをしているということを彼自身が発言されていたので、この件についてお話したいということを11月の24日にメールで送っています。で、返事がなければ、その違法行為についての証拠動画はもうこれはアップロードさせていただきますというところで言ってたところ、まあ、昨日笠間市に行っても同じ違法行為を繰り返しているのがあったんで、今日最終的にもうアップしますねということを一本入れたところ、まあ、特に返事がないというところで公開させていただいたという流れなので、特にこの件について向こうの訴訟をしたりとかはないですけど、まあ、YouTube で出している通りですね、いわゆる党規自体が、党の規則自体が公序良俗に反するようなものであるというところでの裁判というのをやることが決まっていますので、これは新潟の方になりますけど、ありがとうございます。